渡辺さんは今、国交省の名前出てきましたけど、渡辺さんはある意味、国交省からの実際の区のところ、現場で広くこういうのをご覧になってますけど、今の金沢さんのお話、ハレーションの事例があれば、ぜひそれもということがあるんですけども、お教えいただくことはございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。国交省もそうなんですけれども、大体全国にこう事例を紹介するときにはいい話しかしないんですよね。多分姫路も私もいろんなことあったっていう話を裏では聞いてるんですけれども、南池袋公園とか豊島区にしてもいつもいい話しかしないというか、私自身が人が説明するのを聞いてて、お前嘘だろうみたいな結構あるんですけれども、裏では喧嘩ばっかりです。本当にトラブルばっかりですね。ですから、それを乗り越えていかないとうまくいかないのはもう事実だと思います。それこそさっきの豊島会議のメンバーなんかは、皆さんそれぞれ頑張ってる方々なんですけれども、区役所に聞くとですね、いや、あの人なんか地元ではなんか鼻づまいもんですよとか、トラブルメーカーですよとか、そんな話ばっかり聞こえてくるんですね。でも彼らが突破口を開かないと世の中何も変わらないんで、だから私は区役所の中では、何て言いますか、区役所側ではなくて、そちらのプレイヤー側に立ってですね、どうやって区役所の中でこの話を、通していくのか、区役所の管理部隊の人とか、区役所のいろんな部隊の人と一緒に考えながらというか、どちらかというとテーブルのこっち側から向こうに対して言うような感じで、それなんとかなるんじゃないのっていうようなのをこう常に言いながら、中を説得していくっていうことをやってました。でもその後もやっぱり喧嘩ばっかりで、喧嘩が起こるたびにいろいろ話が来るんでですね、まあと言って、一生懸命それを取り持って、でもそれによって次のステージに進んでいくっていう、それの繰り返しだと思います。なかなかあれですね、いろいろ絵が出てきますけど、絵は非常に綺麗にやっぱり出てきますけど、やっぱりそれに到達するまでっていうのは、いろいろとそれぞれの方の立場がありますから、議論がやっぱり必要なんですね。本当にハレーションというような形になってくるかと思いますけども、おそらくですね、このメンバーの登壇者の方々の中で、結構、ハレーション的なことに日々向き合っているのは北村様かなと思うんですが、ハレーションの話は聞きたいですけども、ちょっと枚方市内なのであれですかね、前向きな広場活用のアイディアとかですね。いえ、あれですね、ちょっと皆さんの、話が他地域のことが多いので、僕が実際枚方の現場でさせていただいているのは、ちょっと例えばで、枚方での具体的な話をちょっとできたらなと思うんですけども、はい、ぜひお願いします。皆さん、まず大前提で、イベントやったら人が集まる、オープンカフェやったらなんか賑わうっていうような前提で喋られてると思うんですけど、僕らやっぱり一事業者の区画内でやって、例えば6つか7つ店舗、テントとかでマルシェやりましたとかってなっても、イベントでじゃあめっちゃ人が集まって賑わってみんながハッピーかって言ったら、意外と儲からないんですよね。儲かってないんですね。賑わいをそんなに作れないっていうことの方が多かったりします。で、実際オープンカフェとかって言っても、じゃあイオンで買ったらもっと安いやん、じゃあもうちょっと高いものをどう付加価値をつけて、買ってもらえるようにするかとなると、やっぱりそこのにぎわいとか、イベントごとの付加価値がなかったら、なかなかそういうちょっと50円100円高いっていうようなものに手を出さないっていうことの方がリアリティがあると思うので、なかなかそういうのって定着していくのに難しいし、時間もかかっていくし、ブランディングとかレギュレーション的なところもすごく時間をかけて大事になってくることが多いのかなと思っております。で、この間一つ面白く楽しい例が、行政のさんと一緒に、観光事業部の方々と一緒に、友好姉妹都市の名護市と、名護市さんと一緒に枚方ティーサイトの区画内でマルシェやったり、いろんなイベントごと、音楽のイベント、エンターテイン、エイサーとか沖縄民謡とかいろいろやらせていただいたんですけども、非常にこう、なんていうんですかね、なんとなく僕の中で初めて官民がなんとなく現場で一緒に楽しめたなという現場が作れたかなと思っておりまして、これをでも T サイトの区画内だけで僕たちが請け負ってやったり作らせてもらってたんで、もっとできたのに、もっとにぎわえたのにっていうような気持ちもすごく
あります。実際市長が、ね、来ていただいて一緒に盛り上げていただいたんですけども、そういうところを何か一度そのちょっと楽しい成功体験を持って、じゃあ次はここまでのことだったらやれるよねっていうようなことを、やっぱり急に一気になかなか全部解放しましょうとか、じゃあ段取り組んでいきましょうっていうのってすごく勇気のいることですし、判断難しいと思うので、ちょっとずつなんか一つの成功事例を積み上げていくっていうようなことも現場としては大事なのかなと非常に常々思っております。はい、こんな感じで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、なんかハレーションの話をたくさん聞きたかったんですけれども、ただその中でやっぱ成功した部分がないと、やっぱりその人間あれですよね、ちょっと嫌になることもあるでしょうし、まあ、そこから学ぶことが かなり多いのかもしれませんね。今、なんかその直感的に非常にうまくいって楽しい結果だったっておっしゃったと思うんですけども、はい、なんかやっぱり具体的に違いはあるんですか、そのこれまでその北村さんがご経験されてた中とですね。なんていうんですかね、僕らでは届かない人たちに届いたっていうのが、T サイト、ね、駅前大きい商業施設なので発信力あると思っていただいているところもあると思うんですけども、なんかやっぱり公的な機関 の発信力とか一緒にやってる感じっていうのは、やっぱり一つ僕らと違うフェーズの告知であったりとかにもなりますし、今度逆に普段から持ってるのも今度、普段、行政さんがやるような企画に今度僕らが参加させていただくっていう形になった時に、今度は民間の発信力、例えば SNS の数とかでも全然人数違うと思うんですね。で、見ている人のタイプも全然違うと思うので、こう一緒に取り組んだ時に、その場所とか区画とかっていう話以外に、その告知広告プロモーションっていうようなところも含めて、なんかいつも立ち位置が違うっていうところが一緒になっていくと、非常に何て言うんですかね、グルーブしてるって言ったらおかしいですけども、なんか一緒になってやっていけてるっていうようなことが感覚としてはちょっと今までと違う感じだったかなと、はい、特に名護の時とかは思いました。はい、以上。ああ、なるほど。それぞれ今までの発信したターゲットっていうんですか、ね、ちょっと違うんですね。だからそれで非常に波及効果が結果としてあったということなんですね。我々もなんか大学で、農学部がスモモサイダーっていうのを平方さんと作らせていただいたんですけど、やっぱ大学単独でそのサイダー作ってもあんまり取り上げてもらえないんですよね。やっぱり平方さんとやると平方さんがどんどん広報してくださるので、今あれですかね、ふるさと納税の確か返礼品にもなってると思うんですけども、ものすごい数出ていて、まあ、我々もそういう意味ではアピールして、結果としてアピールされたことになりますので非常に喜んでますし、農学校の学生さんもモチベーションが上がるっていうような感じになってます。なんかそのあたり C さんの強みっていうところなのかもしれませんね。あとは今のお話で、イベントって儲からないっていうお話をされてました。私ちょっと素人なのでよく分かってないですけど、多分やっぱりすごく手の込んだことというか手がかかるんですよね。例えば企画者の僕が企画考えてる時間の給料発生するんですよね。で、当日現場で椅子運ぶアルバイトのスタッフにも給料発生するんですよね。で、なかなか行政機関税制のイベントやってはるときと、やっぱり民間の事業者として僕たちは収益っていうことを考えていくときと、どうしても立ち位置が違って、でそこのいろんな、経費のラインを超えていって、なおさらこう市民を巻き込んでいくとか町の人たちを巻き込んでいくっていう、すごい何フェーズもハードクリアしていかないかん部分があるので、そこを継続的にって言った場合、最初の話に戻るんですけども、やはりその官民で共同になって、一つ その取り組みを、考えていくっていうのが非常に、ありがたいですし、大事になっていくのかなというふうに普段から、はい、思っております。
何か我々素人から見てますと、なんか逃げ合いがあるっていうと、まあイベントが開催されてればいいだろう、イベントをやったらそのイベントをやった人は儲かるからええやんとか、なんかちょっと軽く考えすぎてるところがあるんでしょうね。そうですね、そういう思いが非常にありますね、僕たちの立場からすると、はい、でも、はい、そうですね、ただそのやってくださってるイベントっていうのは、今お話もありましたけども、これから街を育てていくという意味で非常に重要な役割を成しているっていうことですね、はい、そうですね。それがだから例えばなるべくならその建物の奥の方でやってるんじゃなくって、やっぱり市民の目に触れるようなところであったり、それがまあウェブ上 SNS 上でもしっかりと皆さんが見ていただけるようなアーカイブでもいいですし、現場でもいいですしみたいなところっていうのが、どうしてもイベントってコアな人が集まって奥の方でやっててもそれも一つのイベントなんですけども、そうじゃない、例えば僕らも日ペパーで一度映画祭を、野外映画祭をやったことあったんですけども、一応1000円区画区切って1000円取ったんですけども、実は歩道ペデストリアンリーキのちょっと役所側の方からしたら丸見えなんですよね。丸見えでそこからはタダで見れるんですけども、それでもいいやっていう思いで、それはあんなところで皆さん大人が楽しんでるっていうのが印象付けれたら、それは一つの価値なのかなというふうにやったことも記憶としてあります。はい、非常に面白い教育ですね。ただまた今のようないろいろとご苦労を聞いてますと、いかにそれを続けていくかっていうところが重要になってくるのかなという感じもします。多分ウォーカブルな街づくりっていうのは、その時歩ければいいやじゃないんですよね。今までの話を伺っていると、やっぱりかなり長い期間をこう見据えてそういった街を使っていかなきゃいけないということなんだろうと思うんですね。おそらく時間の話と空間の話が一緒になっているのかなという感じもします。この辺りですね、街のにぎわいをもたらすっていうのは本当によく使われるキーワードであるんですけども、今のような課題といいますか、我々があまり目にしない、気にしない、気にしていない、気づいていないような点があるわけですけども、そのあたり、彼女で何か、ご意見とかございますでしょうか。枚方って、私もこれ、京阪の大浅田さんに教えてもらったんですけど、枚方市駅っていうのは、京阪の沿線では3番目の乗降客数だと。京橋、淀屋橋、枚方市、3番目ですよ。すごい人が乗り降りしてるんですよね。だけど、皆さんも多分枚方市の課題っていうのはよく分かってると思うんですが、じゃあその枚方市駅利用された人が、駅周辺でどれだけ何か時間過ごされてらっしゃるかっていうと、多分すっとどっかに行ってしまうという方がすごく多い。でも裏返しで言うとものすごく伸びしろがあるっていうことですよね。だって沿線で3位ですよ。でその沿線で3位の人を少し駅周辺で過ごしてもらえるっていうだけで、多分ガラッと僕は枚方市の街づくり変わっていくんだと思うんです。でそれから、やっぱり事業性のこともあるんでしょうけど、それもねやっぱり枚方は可能性あると思いますよ。そういう意味ではたくさんの人がいらっしゃるんだから、ビジネスとしても成り立つ可能性は十分にある。だからそのあたりをですね、やっぱり少し、どんなやり方をしていけばとかですね、どんなイベントを打てば人の通り方が変わっていくのかっていうのをやっぱりちょっと検証していくようなプロセスをしっかり持つってことが私は大事かなと思ってます。それから北村さんがおっしゃったようなプレイヤーですよね。やっぱりどんどん増やしていくっていう、いうことも大事で、やっぱりやりたいっていう人がたくさんいて、でそういう人たちが自分がやりたいことを、公共空間とか広場でできるっていう機会をたくさん作ってあげる。私はなんか一番都市でバイタリティがある都市で一番魅力的なのはやっぱりやってみたいと思うことができる街に人は住みたいと思うはずなんですよ。だから、こんなここでこんなことしたいって思う人が手を挙げれるような街になれば絶対人はそこに住んでくれるし集まるようになってくる。でそういうマグネットのある街に枚方がなる。でそれをうまく公共空間使ってねやっていけば、
枚方ってすごく伸びるんじゃないかなと思ってます。だからそういう意味ではこれからどんなトライアルするかっていうことがね、すごく問われてるような気がしています。はい、はい、ありがとうございます。八木さん、何か関連してコメントいただけることはありますか、今の点ですか。そうですね、ポテンシャルが非常に高いっていうのは鹿野先生もおっしゃる通り感じているところ で、 で北村さんおっしゃられるように、だけどこう点の動きとしてのパワーが、まあ、少しちょっとこう限界があるっていうのも、今もすでに枚方で行われているトライアルである程度見えてきている課題ということをこう考えると、やっぱりその点と点を一つつないでいって大きく編集していくっていうビジョンを、まあ、僕らは最初監修者の間は枚方ループっていうことを呼んでましたけれども、まあ、そういうこうあのパイ自体を増やしていくというか、こう一個一個の力じゃなくてそれをつないでいく、そこの部分が実は公共空間、道路であったり広場であったり河川であったりっていうような、まあ、そういうようなところだと思うので、まあ、ぜひその官民連携をすることによってパイ自体を増やしていくっていうことも、まあ、考えなきゃいけないというか、まあ、真剣にそれに次のフェーズとして取り組まなきゃいけないのかなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。そうですね、個別に本当に活動されている方というのは非常に多い地域、枚方、そういう特徴があると思うんですけども、それがやっぱりなかなかまあ、点と点がつながっていない、まあ、面になっていないというふうに言うと言い過ぎなのかもしれませんけれども、まあ、それを、まあ、逆に言えば先ほどの伸びしろのお話がありましたように、いろんな可能性がまだあるということですね。渡辺さん、まあ、多分今スタートの位置に我々立ってるかなと思うんですけども、具体的に例えば、まあ、今民間の方がいろいろと苦労してイベントでも儲からないけどいろいろチャレンジしてやってくださってるんですけど、例えば行政の方の役割っていうのは渡辺さんから見てどんなふうにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、行政の役割ということでですね、私まあ、いろんなところでウォーカブルのお話ししててですね、やっぱりある市町村からちょっとお話があったときに作ったスライドがちょっと全国いろんなところに共通なんじゃないかということでちょっと使ってますんで、それ今日お持ちしてますんでご覧いただければと思います。ちょっとお待ちください。ですか。じゃあすいません、ちょっと紙が出ないので、まあ、ある市役所からですねちょっとお願いされてお話したんですけれども、やっぱりなんで公民なんで公民連携をやっていくのかっていうことなんですけれども、なんていうかよくあるのがやっぱり市役所をコスト削減しなきゃいけないんで、市役所で全部はやりきれないから民間にお願いしようというのが結構あったりですね、それからまあ民間でやりたいってんだったら民間にやってもらいましょうみたいな感じでこう受け身の感じでやってるケースが多いんですけれども、さっきのウォーカブルから市街地テレビ 2.0 でもお話ししましたけれども、やっぱり町を良くしていく、町を活性化させていくのって市役所ではできないんですね。民間の力でやらないとできないことなんで、公民連携をやっていくのはそれ必然なんですよね。で、結局公民連携なんでやるかっていうと、その将来のビジョンを実現するためには公民連携をしないと実現不可能だからやっていくんですね。で、最後の将来ビジョンの実現って何かっていうと、市民の幸せを実現することになるんだと。市民の幸せを実現するために公民連携をしてるんだから、それはもう市役所の本来業務なんですよね。で、さらに言うと、その市役所っていうのは市の中で多分一番最大の地主であり大家さんなんですよね。街路とか公園だけで多分市内の 30% 40% ぐらいの面積になると思います。で、そういう都市のアセットをどうやって最大限に活用して市民の幸せを実現していくのかってことを考えたときに、市役所では活性化できないんですよね。民の力がなければ活性化できないわけですから、これもやっぱり公民連携するしかないんです。でもその時にですね、市役所が民間に使わせてあげるよっていうだけではやっぱり世の中変わらないんです。市役所自身が自分ごととして公民連携して目的を実現するんだ、同じイコールパートナーとして、やっていくんだっていうスタンスがないとやっぱりうまくいかないということなんだというふうに思います。で、公民連携していく時にですね、民間がやらないと町が死んじゃうんです。役所に都市の活性化なんかできないんです。でも役所でできることっていうのがやっぱり限られてるけどあるんですね。それ非常に重要でですね、例えば、まあ、規制緩和もそうです、それから東京投資もそうです。で、場合によっては銀行から融資が得られるようにお墨付きをつけてあげるということもそうかもしれません。
そういう役所でないとできないことっていうのは民間ではできないことなんで、そこをどうやって頑張って民間を応援していくのかっていうことを考えないと、一緒にパートナーとしてやっていくことができない、持続可能にならないということなんだと思います。でさっき金先生からもお話しあったように、今制度上できないことってほとんどありません。ほとんどが運用の問題なんですね。でなんでできないかっていうと、前例がないとかですね、あるいは公平性が保てないとか、あとは周辺住民とかですね、なんとか会長さんから苦情が来ちゃいますとかですね、あるいはなんか議会で問題になっちゃったら困りますみたいな、すみません議長さん、そういうようなお話がですね、多分担当者の皆さんとか部長さん課長さんとかですね、皆さん悩んでおられるんです、ね、でもそれはもちろんそうなんだけれども、そこを突き破って前に進んでいかないと世の中は変わっていかないということなんだというふうに思っています。で問題は心の壁ですので、ぜひその縦割りとか官民の垣根を取り払って、まず一歩ずつでいいですから動き出していって、でさっきのビジョンを共有するという話をしましたけれども、その中でビジョン人ごとじゃなくて自分ごととしてそれを考えてくれるような仲間を見つけて、だんだんこうつながって広がっていって、でまず小さな実績から、いきなり世の中変わりませんから、小さな実績から広げて大きな展開にしていって、持続可能にしていくということが重要なんじゃないかというふうに、考えております。すみません、ちょっとスライド示せなくて申し訳ない。あ、それ出てきましたね。はい、ありがとうございます。すみません。はい、どうもありがとうございました。確かに何て言うでしょう、アウトソーシングという言葉がありますけど、それと今の我々が取り組もうとしている公民連携とは全く別の話なんですね。まあ、コスト縮減が目的ではないということですね。でかつ、まあ、やはりその自分ごとに、まあ、それは市役所さんだけではなく我々参加する側もそうですけども、自分ごととして取り組むことがやっぱり重要だということですね。あとは非常に難しい問題ですけども、やっぱり前例がない、新しいことをやるというときに大体苦しむのはどの組織でもそうだと思うんですけど、そこをどうやって打破していくかっていう観点もやはり重要なポイントになってくるんだと思います。問題は心の壁、非常に意味深長でこういい言葉かなと思いましたけど、あれですかね、心の壁を打ち破るのはやはり市役所さんと市長になるんですかね。まあ、すいません、今日ご参加だと思うんですが、リモートだから思いっきり言ってますけども、ぜひ、前向きに捉えていただければと思いますけども、今のは少し、取り組みそのものの話も重要となってくるんですが、やっぱりその何とでしょ う、 こう民間の業者さんがその、こう何かにぎわいを持たせてイベントをすると儲かるだろうっていうと、何かそのあいつだけ儲かりやがってみたいな、ちょっとこう指をさされて、まあ、儲かってないというのは今日よく分かりましたけども、そういったちょっとお金の流れに関する誤解もあるのかな。例えば我々がにぎわいにぎわいって言ってますけど、それってそもそも何なんだろうかなっていう話もあるのかなと思うんですね。このあたりまさに今官学のお立場でいろいろと、事例を整理されてまとめておられる佐藤先生にコメントをいただけたらと思いますが、いかがですか、いかがでしょうか。あ、はい、ですね、ちょっとまあ私自身まあ、大阪市にで、まあ、都市計画をずっとやってきた経験でいくと、グランフロントという町があるんですけども、あれあそこにですね、1ヘクタールの広場を作ってるんですね、学生寮、あるいは幸福院の歩道を作ってるんです。でそれをあそこの開発事業者とか民間に全部、まあ、開放してる、開放っていうかな、まあ、賃料をいただいて貸したんですけども、初めのその価格がですね、結構なんていうか、ある一等地ですから非常に高かったんですね。それでもっとこう収益性を、民間に収益性を上げてもらって、いろんなイベントとか人を集めてもらう、あるいは中の維持管理もしてもらわなあかんということで、これを賃料を下げたんです。でも単に下げるだけではいろいろ先ほどから出てるこうおかしいんじゃないかっていう話があるんで、法律の適用、都市計画法とか再生法の網をかけて、さらに大阪には条例で、そういう特定の団体がこう使えるっていうようなことをかけてですね、でだから、非常にこう町づくりに貢献してもらうということで賃料を非常に安く、僕はもうゼロでいいんじゃないかって言ったんですけどね、なかなかちょっと出るは難しいって言われて、まあ、非常に安価な、価格にこう出したんですよね。で結局その結果、こう人がそこ、グランフロントも開通して10年ぐらいになるんですけど、まあ、人があまり途切れないですよね。で、それまでの
地下が阪急の阪急デパートとかが一番大阪市で地価高かったんですけど、今グランフロントにこう一番高い地価の方が移ってるんですよね。でここは僕ら行政の時の狙いやったんですけど、地価が高くなれば固定資産税は大阪市に入ってくるわけで、そういう開発をやって土地のエリアの価値が高まったら最終的には自治体に税という形で還元があるわけですよね。だからそういうこう目の前のことじゃなくて大きなフローで見た時にこう逆にこう民間にこう活性化をやってもらうことの意味っていうかな、それがあるんじゃないかと。でそうやってこう帰ってきた税でさらにまたこう魅力ある町になるような投資をまあしていけばいい。それがまあ今度の日記開発で公園をグランフロントでは大きい公園をですね、あれ公共が公園を作るわけですけども、そういうところにも還元していくわけで、だから制度スパイラルを作っていく。そのためにも例えば民間でこうやってもらうということが僕すごく重要だっていうのを、まあ、10年経って改めてまあ再認識してるんですけども、結構それをだからどう作っていったらいいかって、まあ、先ほどから行政の役割みたいな話が焦点になって、まあ、私今行政の経験があるんで特にまあそこを強調したいんですけれども、そこの仕組みっていうか考え方ですよね。それは僕はやっぱりもちろん市長さんが号令をしていただくというのは非常にこれはもう、ま、重要なんですけど、まあ、職員の人で、まあ、それでもいいから動ける人、頑張ってくれる人、その人を、まあ、こう応援するっていうか、そういう、こう職員を応援する、職員にエールを送るっていうようなことをやっぱりこう考えていかなあかんと思うんですね。一人でもいいんだけど、もう多ければ多いほど多い。で僕これは大学の先生としてヒアリングに関しては村なんですけど、岡山県にある西粟倉村っていう3000人ぐらいの人口の村なんですね。でそこがですね、町村合併を、総務省がやった時に拒否して、もうそれで単独で生き残る。ただもうそこの村の最大の産業が林業なんですね。衰退、日本での最大の衰退産業である林業を抱えて、じゃあどう構成するかっていうところから、彼らのいろいろこう町づくりをやりながら、それを市と関係人口を増やしていくっていう、こう戦略が出てくるんですけど、で村長さんヒアリングして職員の人に職員でもね30人ぐらいなんですけど、みんなすごくねこう目が輝いて、楽しいって言うんですよね。30人の職員の人みんなが、でそれはこうどん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 国にも直接話しに行きながら新しい制度を自分らが提案して、でそれが認められて、でそういう事業を展開していく。で外部の人間を専門家を呼んできて仲間に組み入れてやっていく、そういう危機感、もう村が潰れるという危機感から出発したんですけど、今は非常にその元気な村になっていってるんですね。それはだから先ほどからこの枚方のポテンシャルすごくある。でこの再開発を中心にしてすごくこう作っていくエリアとしては魅力がある。でそこをだからこの作るシステムですよね。ここがうまくどう歯車を、戦略を考えながら、デザインしてシステムデザインしてこう動かしていくというか、そこがおそらくすごく、おそらくというか、まあもう正念場であって、もう再開発もあと1年半には完成しますし、再開発が完成した時には今ここでシンポジウムで議論してされているようなことの一つとは言いません、もっとですね具体的なものがもう動き出していると、まあ、そんなふうなことに今私としてはぜひ持っていきたいなと、まあ、そんなふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。たくさんのいろいろ事例がご紹介いただけると思います。時間もだいぶ迫ってきました。最後に、渡辺様からぜひ枚方へのエールをいただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。私も久しぶりに枚方の街ちょっと歩いてきたんですけれども、再開発がどんどん進んでるのも見えたんですけれども、本当に周りに熊野川もありますし、淀川もこっち側にありますし、で再開発のすぐ横のところには街道筋があって、で街道筋のところには
ちょっとおしゃれなお店ができたりですね、本当になんか小さい動きと大きな動きといろんなものが組み合わさって動いてるな。で、新しいビルもあるし、古いなんかいかにも昭和っていうところも残ってるし、それから枚方ってやっぱりあれなんですね、ニュータウンが周りにいっぱいある街なんで、ものすごく人材が豊富なんだと思うんですよね。もちろん大学とかあって若い人たちもいるんですけれども、例えば、退職したいろんな能力を持った少し高齢層の方とか、あるいは、ニュータウンに住んでいて、今は仕事してないけども本来はものすごく能力の高い奥様方とかですね、そういう方々がいっぱいいて、もっと活躍できる場がいっぱいあるところ、そういう多様性をものすごく持ってる町である枚方っていうのは、ちょっと仕掛けを起こせば多分大きな動きにつながっていくんじゃないかなっていうふうに私は感じているところです。やっぱり金先生も言われたようにですね、やっぱり町っていうのはそこでいろんなことができる可能性がある、多様性がある人たちが集まってきていろんなことができる可能性があるところっていうのが発展する町だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、記者の言葉ありがとうございました。では時間になりましたので、最後簡単に私の方でまとめにならないような感じですがお話をしたいと思います。基本的に、町を育てていくのことっていうのは、それぞれのが自分ごとで捉えていくことが必要であろうという話ができました。またそれぞれ立場がありますので、やっぱり役割があるんですね。それがやっぱりそのわきまえていくことは必要であろうということ、それから町づくり、にぎやかしちゃダメですよ、にぎわいが必要ですよ、でもにぎわいにはやはりお金がいるんですね。そうするとそれが、単発ではなくて、いわゆるその長期間にわたったキャッシュフローのようなものが維持されていかなきゃいけないということになります。そうするとそれぞれ自分ごとで考えてお金を考えてってやっていくと、単独では全く多分効果がない。そうしますとやはりそのエリア全体を見ていく観点、つまりエリアマネジメントというものがどうしても必要になってくる。そこにはもちろん役所の方もそうですし、民間の方もそうですし、いわゆるいろいろなプレイヤーの方も入って、全体を見ていく必要があるんだろうなというふうに思います。今回のシンポジウムは、再開発組合とそれから枚方協議会、共催という形でやってます。やはり再開発というのはハーブの面からすると非常にインパクトのある重要なその、ものになってくるわけです。ここから先ほど紹介ありました、枚方ループ、つまり今度先ほど点から面に展開するようなイメージでどんどん広げていくっていうことがおそらく大事になってくる。多分そのエリアマネジメントは、これは三大区だけの話ではなくて、枚方ループを実現する、そしてそれが枚方市にとっての一種のシビックプライドにつながっていくことが、最終的な目的になるだろうな。市民の方々が幸せに暮らしていく一つの要素になるんだろうなというふうに私自身は思いました。ではですね、ちょっと時間も過ぎておりますが、ここでこのトークセッションを終わりたいと思います。壇上におられる方々、私を除いてもおりますけれども、ここまでトークセッション、参加いただいた方に最後に拍手を持って終わりたいと思います。どうもありがとうございました。熊谷先生、皆様ありがとうございました。以上をもちまして、枚方市域周辺まちづくりシンポジウムを閉会とさせていただきます。なお本日のシンポジウムの内容につきましては、受付にて配布しておりますプログラムに記載の通り、後日枚方市域周辺地区市街地再開発組合ホームページにて公開を予定しております。それでは皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございました。忘れ物ないようお気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。